宇宙英雄、ペリーローダン宇宙英雄、ペリーローダンの登場人物宇宙英雄、ペリーローダンの登場人物は SF 小説、宇宙英雄、ペリーローダンシリーズに登場する架空の人物の一覧である。サイクルごとの五十音順。にその人物が初めて登場した関数、話数である。ガタス人二次制約者にせ、クラドガニアス人ジュクラ人タケル人、 ファルログモリタトールカルドゥルスゲディンカークロク人のノス49ページより57ページでは第二中隊長になっている初期は探知者と呼ばれテレパスとは少し違う扱いだった218巻では銀河を飛び回りライブ演奏会を開いていることになっているが220巻ではもう恒例で声の訓練として歌うだけという設定になったまた218巻では ゾディアク・ゴラドンだったが220巻、222巻では、ゴラドン・ゾディアクで、224巻ではまたゾディアク、ゴラドンに戻っていた。物質を任意の場所に転送できる能力者。コレロは 25kg までの物質を、死認できる場所もしくは個体放射コンタクトを取っている、生物を目標にして転送できた。最大直径八メートルまでの五次元球場フィールドを、 発生させ、物質を5次元エネルギー用集体に変え、超空間へ投げ込んでしまう、イングワール、ブレデルト361巻に書かれていたが、過去の巻での表記に合わせた。ありがとうございます。